40代以降になってくると、スウェットとかパーカーって難しいよね。綺麗に着るのがすごい難しいなって思う。カジュアルすぎる服装って幼く見えるというか、年相応な感じに見えなくなる。デートに着てくのはどうなのかなっていうとそうころでがすちょっとあね。るかもね。明らかに年齢にそぐわない服。ちょっとストップしちゃってる人っているよね。いる。大人の男の NG デート服。じゃあ、これさ、こういうさ、タイトルにするとさ、絶対なんかさ、どの立場で言ってんだとかさ、言われるんだけどさ、トレンタデュエのお客様にしてほしくないなとか、まあ、うちのお客様だったり、うちのお客様の若めの女性のお客様とかに聞いたお話とかを今日はちょっとまとめてお伝えしようと思ってます。なので、あんまり意地悪なコメントしないでください。というわけで、まず最初の一つ目。これはね、もううちが何度も何度もお話ししてきたことだと思うんですけど、清潔感のない服装。これはもうデートとか以前の問題で、人に会うっていう時に、例えば毛玉だらけのお洋服着てたりとか、首元ヨレヨレの T シャツを着てたりとか、ちょっと汗の匂いをプンプンさせてしまったりとかっていうのは、これはやっぱり良くないよね。デートに限らず、人に会う人と時、してね。これは良くない。で、これって気づかれないのかなって思ったんだけど、でもね、私も思い返してみると、外に出て、あ、やば、なんかそれでちょっと毛玉ついてたわとかっていうのって、まあ、なきにしもあらずだなっていうのは思うんだけど、1軍、2軍、3軍みたいなお洋服のランクってある？愛ちゃん。3軍まではないけど、人に会っても恥ずかしくない服と、あと、送り迎えとか、ちょっと自転車乗りますみたいなのは分けてる。そうだよね。1軍と思って着てたやつでも、まあ、ワンシーズン着ましたっていう風になったら、1回確認してもらってこれ大丈夫かなとか、1軍で着てていいかなみたいなのを一応やっぱチェックするっていうことが大事で、このまあ清潔感のない服装をしてらっしゃる方って、じゃあ果たしてどういう人なのかなっていうのを、まあ、ちょっと考えてみたんだけど、それって多分人に対する気遣いができるかできないかっていうところだと思うんですよ。なので、やっぱり対人っていう風になったら、ある程度自分がどういう風に見られるのかっていうところは意識した方がいいなって思うのが、これができるかできないっていうのが大人っていうことだと思うんですよ。なので、まあ、ちょっと気をつけてください。これは男性に限らず女性もなので、男の NG デート服ってなってるけど、女性の NG デート服でもあるわけなので、男女ともにちょっと気をつけていきましょう。そして服装のことじゃないから言うのやめようかなって思ったんだけど、これやっぱり清潔感っていうところのお話しするときに、絶対髪型のこととかも入ってくると思うんですよ。髪の毛ボサボサヨレヨレだとさ、なんか途端にさ、ぐっと清潔感下がるし、ヨレヨレ感が出やすくなると思うんですね。なので、髪の毛は綺麗に整えてもらう。で、バチバチに決めろって言ってるわけじゃなくって、最低限人に会えるぐらいのそういう整えっていうのをやってもらうといいと思います。なので気をつけていきましょう。そして2つ目、これね、なるほどって思った。カジュアルすぎる服装。若いうちは例えばスウェットっぽい素材とかパーカーとかもおしゃれだなっていう風になったんだけど、40代以降になってくると、スウェットとかパーカーって難しいよね。綺麗に着るのがすごい難しいなって思う。なんか昔私もジージャン着たりとかして、で、中にパーカー着てフード出してとかってしてたんだけど、さすがにちょっと40代超えたらしないなって思った。なんかね、合わなくなるんだよね。だからカジュアルすぎる服装って幼く見えるというか、年相応な感じに見えなくなる。で、別に好きなもの着てもらえばいいんですよ。いいんだけど、ただデートに着てくのはどうなのかなっていうとそうころでがすちょっとあね。るかもね。これまあ男性も女性も行く場所によるかもしれないけど。なので、ちょっと場所に合わせてとか人に合わせてとかっていうところで、カジュアルすぎる格好はやめた方がいい場合もあります。そして3つ目、今度逆に決めすぎな格好を、気合い入れすぎちゃって空回っちゃうとガチガチのか、ガチガチのとキいメうキメ。そうそう、キメキメな感じで、今日どこに行くのかなとか、まあ、これデート服っていうテーマだから、まあ、デート行く場所が街なのか、自然がいっぱいあるところなのかとか、いろいろシーンがあると思うんですよ。お食事、レストランなのかとか、そういう時に合わせた TPO に沿った
服装をちゃんと選べるようになってほしいっていうのと、あとは相手にちょっと合わせるっていうことを意識した方がいいと思う。これやっぱお互いにそうなんだけど、うん、この間ね、うん、自然豊かなところにちょっとドライブ行ったんです、うん、そんな時にすっごいヒール履いた女の子がいて、今回男のって言ったけど、うん、今ちょっとふと思ったのが、うん、なんかそういう女の子にも言えること、うん、やっぱ場にそぐわない服装、自然がいっぱいなところで、うん、なんかひらひらのスカートとか、うん、短いスカートとか、はい、そういう高いヒールとかって相手に気を使わせちゃうと思うんだよね、はい、足元大丈夫、うん、とか、その子自身も辛いはずだから、うん、なんか自分をよく見せたいとか素敵に見せたいって思うことは素敵なことだと思うんだけど、うん、相手がどんな場所に連れてってくれるとか、どんな場所に行くのかっていうところに合わせた服装をちゃんと選んどかないといけないから、はい、そういうところでやっぱりちょっと失敗しちゃうっていうことって、うんうん、若さゆえのだと思うんだよね、はい、そういうところでなんか自分も思い返してみると、うん、いろいろ失敗したなって思うんだけどこれは男性にも女性にも言えることなので、はい、お互いの格好、どんな格好をしてくるのかなとか、うん、もう何回もデートとかを重ねていったりとかすると大体わかるじゃん、うん、その人がどんな格好をしてくるのかっていう、うん、それに合わせて相手の人がこういう格好をしてくるなっていうのが分かったら、なんとなくそれに寄せてみるとか、はい、っていうのも面白い関係性を築いていく上では大事なことかもしれないので、はい、ちょっと気をつけてもらうといいのかなっていうふうに思いました。はい、はい、そして年齢にマッチしていない服、これまあちょっと2番とかでもちょっと言ったけど、うん、なんかやっぱ別にね、この年齢だからこれ着なきゃいけないとか、うん、これは着ちゃいけないとか、そういうことって全然ないと思うんだけど、はい、でも明らかに年齢にそぐわない服、いつまでたっても中2みたいな中学2年生みたいな格好してる大人の人も笑うけど、はい、動画見てる人笑ってるかもしれないけど、そんな人いねえよって思ってるかもしれないけど、うん、ちょっとストップしちゃってる人っているよね。いる。これは私もやっぱり実際に見ているなって思ったことだから、うん、時計を正常に戻してあげようっていう感じなのね、うん、はい、その時その時に似合う素敵な着こなしとか着れるものっていうものがあると思うんですよ。なのでそういう年齢にマッチしたアイテムも自分でちゃんとコーディネートしていけるようになると、やっぱり大人だなっていうところになるので、ここはちょっと気をつけてください、はい、なのでいつまでも中学2年生みたいな格好をしないようにしましょう。はい、はい、この間動画で紹介したダイナースクラブカードさんでキャンペーンのお知らせさせてもらったじゃないですか、はい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 、で今回もダイナースクラブカードさんから素敵なキャンペーンのお知らせがトレンタデューに来てるんですけど、はい、ご紹介してもらってもいいですか。はい、お任せください、はい、なんと動画でご紹介しましたダイナースクラブカードさん、はい、今回も素敵なキャンペーンが始まっております。期間が9月の2日から12月1日のお申し込み分までのキャンペーンです。今回の特典なんですけどけれども、まず初年度年会費がなんと無料。こちら年会費が通常だと 24,200円税込みかかってくるんだけど、こちらがまず無料になります。そして入会後3ヶ月以内に20万円以上のご利用、あとは公式アプリの登録をしていただくことによってなんと1万円のキャッシュバックがついてくるっていう、なんかもう素敵な太っ腹なキャンペーンですね。で詳細は概要欄にリンクが貼ってあるのでぜひご覧ください。我々ダイナースクラブカードを持ってる人って、はい、ちょっとステータス上じゃなかった。おーってなってました。おーってなってたよね、うん、今回のダイナースクラブカードはそのランクがちょっと上のカードの導入のカードっていう感じなんだけど、はい、使ってご利用いただくことによってランクアップっていうこともできるので、はい、ぜひ導入のカードとしてはすごくいいカードで、はい、このカードを持っておくといい人っていうのが会食とか外食が多い人で、これは契約されて特別なレストランとかでご利用いただくと1名分が無料になったりとか、出張の多い方、こちらも国内外の120カ所のホテルとかで使っていただくとお部屋のグレードアップをしていただけたりとかっていう特典もついてるので、ぜひこちらはチェックしていただくといいのかなと思います。詳しくは概要欄でチェックお願いします。そして5つ目、これは季節感のないスタイル。これさ、昔さ冬でもさ半ズボンの男の子とかいたじゃんいたまあこれ大人じゃないよ、はい、子供だけど、うんうん、なんかさお客さんでもいるの、冬でも
長いズボンを履きたくないっていう人がお客さんにもいて、厚がりってこと、うん、厚がりなのかな、うん、スーツとかも短いパンツで作りたいっていう方とかもいたし、それは別にいいと思うんだよ、はい、その人のスタイルだからね、うん、なんだけどいつまで経っても冬とかもう秋口に差し掛かってるのに、うん、夏のアイテム引きずっちゃってるとかあとは春先もう越えて、うん、初夏足踏み入れたよぐらいな時なのに、はい、冬っぽい格好引きずってたりとかっていう、うんうん、季節の変わり目とかって一番難しいのよ、うん、特に今なんか9月10月って最近10月ってもうギリギリまで暑いじゃん、だからすごく難しいんだけど、せめて羽織をちょっと1枚持っとくとか、うんうん、シャツ1枚羽織るとか、はい、それだけでも例えば T シャツ1枚でいるとちょっとやっぱ夏っぽさが出ちゃうから、うん、季節感を考えながらコーディネートしてもらうといいのかなと思いました、うん、おしゃれに敏感な人はさもう暑くても秋物もちょっと着てるよね、うん、だって百貨店とかももうなんか夏のお盆開けたら秋物が並ぶじゃん、そうだね、うんうん、なのでそれはさすがに先取りしすぎかもしれないけど、うん、でもそろそろなんかこのぐらいの季節になったら今年の秋冬どういうの着ようかなとか、うんうんうん、ちょっとあのトレンドをチェックしてみるとか、そういった季節の変わり目とかおしゃれするっていうことにちょっと敏感になってもらいたいかなと思いました、はい、今回はね大人の男の NG デート服っていうことで、まあ、周りにいる女性とかこういう面白い人いたとかっていうのをねお話をね、はい、今回たくさん聞いたのでちょっとまとめてみました、うん、私もなんか思い返してみると自分がね若い頃は結構失敗したりとかあったよね、うん、そうなんだけど失敗していろいろ学んでやらなくなっていったと思うので、なのでちょっと気づいてもらうといいかなって思ったので、うんうん、ちょっと今回はこういうテーマでお送りしました。はい、この動画が面白いと思った方いいねとチャンネル登録をお願いします。